地元が割とこっちの方ですとか、全然離れたとこから来ましたとか、それからこう被災地のことにいろいろ今まで関わりがあった人もいれば、多分今回が初めてっていう方とか、いろんな方がいらっしゃると思うので、もしお互いのことが分かるといいなというようなことを思ってになってます。今沖縄に住んで6年目です。震災の日は沖縄にいました。それでリアルタイムで津波の様子ですとかっていうことをテレビで見ていました。ただ私は沖縄にいながら、その仕事で、東京、関東に震災後も、月に1回ぐらいは行ってるんですけれど、震災の後っていうのが本当にこう、皆さんとその揺れや、その恐怖っていうのを直接体験していた人たちと話すときに、私は何にも身に、そうした直接の感じを、体験していないので、なんかこう今までの友達だったみんなとも圧倒的にこう離れちゃったかもしれないっていうことをずっと来るたびに感じていて、この溝ってもしかして縮まんないのかなっていうような、縮めたいけどどうしたらいいんだろうっていうような、すごくこう悩んだりコンプレックスをしながら、震災知らない私沖縄に住んでてなんかどうしようっていうようなことはずっとこの3年ずっと感じていたことでした。だからこのお話をいただいた時に、そんな何にも体験していない私が何かできるのかって非常に悩ましいことではありました。震災から3年半が経ちまして、もう報道もかなりされなくなってきてるわけですね。でも実際はまだ何も終わってない部分がたくさんあるわけなんですよ。で、当然、震災に限らずですけども、こういうことが起こった場合に忘れてはいけないこともありますし、逆に忘れなければならないこともあると思うんですね。でもそれがどんどん潜在意識下にもう潜り込んでしまっているような状況もあるので、一つの節目としてですね、もう一回現地に立って現地の人の話を聞いて考えてみようっていうのがまず趣旨です。それでお願いしたアーティスト、それからナビゲーターの方々なんですけれども、基本的にはみんな外の方々です。でそれぞれしっかり視点を持って考え方を持って活動されている方々です。そういう方々と一緒に回ることによっていろんな視点が生まれるだろう、その参加者がですね。ということで、しかもいろんな方々、美術家がお二人、それから作曲家、そしてダンサー、振付家ということで、それぞれ立場、あるいはフィールドは違うんですけれども、それぞれの方々が何を感じ、何を考えるかということを軸にしながら、みんなで、見てこようというのが、その趣旨とアーティストの人選ということになります。中の空気とか抜ける余裕がなくて、建物自体が結構浮力を感じたんじゃないかって言われてるけど、もう最終的には分かんない。震災遺構っていうのは象徴的な存在だと思うんですね。今残すか、あるいは撤去するかっていうことでいろんな意見が分かれていますけども、それは象徴的っていうのは、我々は多分何かを、それは記憶であり記録であり、あるいは具体的な具体物かもしれないんですけど、何かを残して伝えていかなければならないと思うんですね。で震災以降はその象徴だと思うんです。ですので、
A コースのテーマはその震災以降と言ってますが、まあ、大きな枠で言えば何を残し何を伝えるかっていう大きな枠で、まあ、見て聞いて考えたっていうことが言えるんだと思います。建物を打つ時の低いことを向けてるっていうのがすごいなんかこう残る理由になってるんで、まあ、立ち入り禁止なんですけど公園が高台に公園があるんですけど、そこから見る小田川はまた西見です、ちょうど夕方に見ると海がね、キラキラして